こんにちは、ピアノケイチャンネルです。ジャズコード帳シリーズ21日間プログラム第12日目です。今週はマイナーセブンスについて一つずつ解説していきます。今日は G マイナーセブンス、このプログラムは途中からでも参加可能ですので、単語帳のような感覚でお使いください。それではレッスンスタート。はい、それではレッスンをスタートします。今日は G マイナーセブンスについて解説していきます。ホワイトボードを見てください。 G マイナースケールと単調の音階を書いています。 G A B フラット C D E フラット F G となっています。ここに平音記号でソーラ、シのフラットド、レ、ミのフラットファ、ソというふうに同じ音列ですので、分かりやすい方で見てください。そして、このルートの G から始まって3番目の B フラット、5番目の D、7番目の F を縦に重ねるとこんな風になります。そしてこれが G マイナーセブンスのコードになります。ピアノを見てください。 G B フラット D F。 左手も G B フラット D F。これが G マイナーセブンスの響きになります。ホワイトボードを見てください。ここに G マイナーセブンスの隣に G マイナスセブンス、そして G MIN マイナーセブンスと書いています。これは表記が違うだけで、どれも G マイナーセブンスのことになります。そしてこのルートの G を一番上に持ってくると、B フラットが一番下で B フラット D F G、 これが第一展開形となります。そしてまた B フラットを一番上に持ってくると D F G B フラット、また D を一番上に持ってくると F G B フラット D、 第二展開形と第三展開形が作られます。ここが展開形になっていますけれども、皆さんは最初はこの基本形で覚えていただけたらと思います。それでは今日のレッスンはここまでです。明日は A マイナーセブンスについて解説していきます。ぜひ明日も頑張ってみてください。